Hola, Lucino, Chariba, amigos. Buenos días, amigos de FM Urumales. Habla Lucy y Nao desde el programa de Ichariba Amigos, para deleitarlos con música de Okinawa e invitados. Hoy estamos 16 de noviembre, 16 de noviembre, y en el calendario chino estamos 5 de octubre. 5 de octubre. Amigos, estamos a mediados de noviembre y todavía hace mucho calor acá en Okinawa. Estamos a 26 grados. Aquí les paso con Nao. 皆さん、おはようございます。11月16日、月曜日午前11時、ルーシーのイチャリバアミゴスの時間が本日もやってまいりました。最後までどうぞよろしくお願いいたします。旧暦では10月の5日ということですね。はい、昨日は薄い細い三日月が出ていました。夜空にありましたが、ルシさん、まあ、ここ数日、ちょっと悲しい、事件が起きましてね、フランス・パリの同時多発テロということで、早速今日にはなってしまったんですけど、フローさんにちょっと連絡取ってみたら、たまたま今朝フランスに帰ったところだったって、到着したところだったっ、無事に、うん、でまあ、幸いなことに不老さんのご家族やお友達には何もこの被害がなかったということですけど、犯人がまだ数人逃走中ということもあって、町中は非常に静かで妙な感じですというようなメッセージ。心配、うん、心配ですね。今朝 のニュース見たら、亡くなった方が132人、負傷者の方々300、350人ぐらいということで、たまたま、まあ、いろいろこの、空爆とかもあってフランスが狙われたかもしれないんですけど、今もどこでいつ何が起こっても不思議じゃない時代になったのかなって思うんだけど、この、フランスだけの悲しみじゃないね、世界中が悲しんでる。世界中ですね。被害に遭われた方々のご冥福をお祈りしますけれど、なんかこの悲しみとか、怒りとか恨みとかの連鎖っていうのが早くなくなればいいなって私強く思うわけ。この繋いでいく、繰り返していくことが早く終わればいいのになって思うんですよね。今日はこの一曲を聴いていただきたいと思って、皆様に、ルーシーの曲なんですけれど、花、すべての人の心に花を お届けしたいと思います。私たちね、ここから何も、できることがないんですけど、はい、歌で応援を、亡くなった人たちとか、まあ、苦しんでる人たちにはね、はい、送るメッセージ、はい、全ての心を、全ての心を花に、全ての人の心に花を、全ての心を、人の心に花を、すいません、失礼しました。まず今日の一斉としてお願いできますか。アミゴスステ、Estamos muy, muy dolidos con lo que hubo acá hace poco en Francia, y para todas las gentes que están sufriendo ahorita y la gente desaparecida, les enviando una canción con mucho cariño. La canción se llama Hana.
ルシの歌で全ての人の心に花を、お聴きいただきました。アミオセクチャラナカンシオン、花、全ての人の心に花を、まあ、いつも花を、花っていうことで、ご紹介してますのでね、フルタイトル言いにくいよ ね。さて、昨日はですね、ブログにもアップしましたけれど、あの北中城で行われました第30回潮騒祭りに見に行きました、はい、なぜかと言いますと、こちらでですね、もうあの3、4年ぐらい前になりますか、その時ずっとやっておりましたスカイプで話そうコーナーで、はい、ペルとスタジオをつなぎまして、出ていただいたようちゃん、あざまさん、はい、ルーシーが小さい頃からじゃなくて、あのカラオケ仲間としてのお友達ですか、ようちゃん、うん、はい、もうペルの、うん、日系社会で有名な方、大先輩、はい、どういった活動されてる今は方ですか。カラオケの指導もしてます、いろんなイベントに、この、まあ、大先輩って今、はい、ルシが言ったんですが、私たちにもいつも指導してくれた、ねえ、はい、もうこのカラオケの世界では、ペルーではもう大御所みたいな、はい、リーダー的な存在ですね、ですよね、でその息子さんのジョン・アザマ、はい、ジョンがあの急遽あの話してる時に帰ってきたのかな、お家に、それで出てくれてお話はしたことがあったんですが、実は今ジョンと、うん、その時出たのよね、うん、今沖縄に来ています、はい、何で来てんですか。天秤留学生として、わお、おめでとうございます。ペルーからの天秤留学生として来ていて、はい、うん、沖縄国際大学にいます。なるほど。でペルーではあのそういったあのバンド活動も、はい、ね、精力的にもういろんな活動をしてるジョンさんは、うん、まあ、彼は4世になるんですかね。そう4世よね。4世になる。ヨちゃんは2世かね。じゃあ3世です。3世かね。まあ若い3世なんですけど、はい、まああの沖縄の音楽も大事にしてくれてペルーで。そういった活動もしてるんですが、はい、彼とそしてまた、先日お会いしました、アルゼンチンからの、うん、今は研修生として北中城の方に、研修に来てて、もう帰ってしまうんですが、あの先週帰ったのはあのテルヤ、うん、ヒロだったですね。彼は西原にペルーからの研修生として来てますが、はい、北中の方に研修生として来てるのが、はい、同じね、ブラジル、アルゼンチンとペルーもね、うん、来てます、うん、来てるよね、はい、でその中のアルゼンチンからの、はい、研修生がグス・ホカマさん、グスターボ・ホカマさん、はい、で、彼はなんとお医者さんでありながらシンガーソングライターとしてアルゼンチンで、まあ、人気者、はい、ということですよね、はい、で彼が、沖縄ルーツの沖縄をぜひ見たいということで研修生という形で来沖しておりまして、そのお二人が急遽研修生バンドとしてこの北中城の、はい、潮騒祭りに出演しますということでしたので応援に駆けつけました。はい、もう素晴らしかった。かっこよかったね。感動しましたね。ちょうどいい時間で、綺麗な夕焼けを背景に彼らの音楽を聴くことができたんですけれども、はい、綺麗な空でちょうどタイム良かったですね。本当にね、ホカマさん、グスターボ・ホカマさん、グス・ホカマさんなんですけど、うん、沖縄に来て作った歌なんでしょうね、はい、エントレ、クラベレス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 、カーネーションっていう名前だ、という言葉、カーネーションのことをスペイン語でクラベルっていう、うんうん、でクラベレスは複数、うんうん、このエントレという意味ですか。その中に、中に囲まれてみたいな、うん、どうしてかっていうのを、うん、グスターボさんのおじいちゃんおばあちゃんが、うん、沖縄からアルゼンチンに移民、出稼ぎで移民って行って、はい、で
このカーネーションを作りながら仕事して、はい、頑張ってた。なるほど、うん、でそれをなんかグスタボが記憶にあるんじゃないの、この移民して自分たちまでつないでくれた、うん、はい、おじいちゃんおばあちゃんを代表する、はい、このアルゼンチンに移民された、うん、先祖の方々に捧げる歌として、はい、このエントレ・クラベレスを新曲として作ったんですけれども、その曲もそのステージで歌っていましたけど、はい、その前に歌う前に日本語でこの曲に対する思いも伝えてくれてましたが、本当に感動的な一瞬でした ね、うん、これは今音源がこちらに届き次第、皆様にご紹介したいんですが、すでに YouTube に上がってまして、大丈夫YouTube に上がってて、沖縄で PV も撮影したということで、はい、皆様 YouTube で見てください、はい、とてもいい曲です。グスホカマさん GUS グスホカマさんエントレクラベレス、はい、クラベレスという曲です。どうぞご覧になってくださいね。その研修生バンドもかっこよくて、チャランゴも弾いてんだね、その中の一人がね、はい、といった、昨日は、楽しいひとときを過ごさせていただきましたが、それでこの研修生といえば今ペルーになんとビギンさんが、はい、行ってました。なんか昨日でしたみたいね、うん、メッセージがビギンが来てるって、続々とルーシーの方にも、はい、こんなだったよあんなだったよというような情報が、ちょうど同じタイミングに、同じような時間帯に、ね、北中城の祭り、なんかすごい嬉しいね。ねえ、それで今またさ、このビギンさんのまた素晴らしい曲が、テレビの CM で流れていて、また第何次ブームか分かんないんですけど、三振ブームが起こり始めてるような気配がありますね。そうですね、はい、歌を弾いてみたい、弾けるようになりたいという若い人たちがまた出てきたみたいで、最近はルーシーにも少しずつこのリクエストがあるような感じじゃないですか、はい、リクエストあります。いつか近いうちにルーシーバージョンでもお届けしたいと思いますが、はいはいはい、今日はその勉強中です。勉強中で、その歌をですねビギンさんの歌声でお届けしたいと思います。海のクイーン、アミゴス、オラケスタビギンエペルー、レクレモサセレスクチャルナカンションケスタデモダカケセヤマ、海の歌、海の声。
ビギンで海の声お聞きいただきました。ミクチャロンポリビギン、海の声、なんかジーンとするいい歌だよね。いい歌ですね。私としてはやっぱりルーシーバージョンでもぜひ近いうちに聞いてみたいなと思います。頑張ります。あの今ジョンの話、お話やあのビギンのさんのペルーでの声のお話してたところ、たまたまグッドタイミングでルーシーの iPhone にそのお父さんヨーちゃんアザマさんから、そのビギンさんのステージの最後の記念写真でしょうね、あれはね、多分その画像が届いたので、画面をご覧いただいている方々にはルーシーが、大写しにして、見ていただきました。あの踊り流部の人とかエイサーの人とか一緒に共演したんでしょうね。はい、なんか若い子たちが一緒に写ってました。綺麗なエンディング、うん、でしたね。ね、感動したとか言って、そう言って、そしてまた一人のルーシーのお友達はあのいろんな日本語でお話しされたのを、あ、もっと日本語を分かって理解 したかったなみたいなメッセージもあったみたいですけど、なんかトーク、うん、長い間トークしたみたいで、うん、このビギンさんの、MC？ そう、うん、MC、うん、で日本語を勉強すればよかったって言って、あ、そっかそっか、うん、どんなこと話したのかね、はい、もしよかったら、情報もいただきたいなと思いますけれども、うん、今日はさ、ルシさん久しぶりにゲストいらっしゃらなく2人で、55分間お送りしようと思っているので、なんか久しぶりだからちょっと不安な感じもするんですよね。ということでメッセージ皆さんに、お寄せくださいと お声かけいたしました。早速届きました。東京の山本泉さんです。ありがとうございます。ルーシーさん、ナオさん、こんにちは。東京から山本泉です。ルーシーが今あの上のマイクを移動したらなんかこのカバーが落ちた音でした。すいません。東京から山本泉です。今日は久しぶりのお二人での生放送、癒されるお話楽しみにしてます。困ったなこれ。癒される話はないので、ルーシーの癒される声をあとでお届けしたいと思いますが、東京は日に日に寒くなり、東京のやんばるみたいなところにある我が家の周りは木々が紅葉してきています。もみじ、八王子はイチョウが市の木になってまして、そうなんですね、イチョウが八王子市の木って、市議っていうのかね、これね。ちょうど今の時期は甲州街道沿いのイチョウ並木は今が黄金色に色づいています。綺麗だはずね、すごい。これ想像するとやっぱり本土っていうそのカラーです ね、イチョウの紅葉。今週末はイチョウ祭りというのが地元でありまして、私の所属しているAさんを出演します。頑張ってください。すごい、頑張ってください。もう本当にこの頭が下がる思いですよ。本土でもAさんグループをいろんなとこで、作ってAさんをやってもらってくれてるんじゃないですか。私Aさんやったことないんですけどさ、あの沖縄でもこのエイサーを見ると、多分本土の方々みこしを見たらそういう風に感じるかもしれませんけど、私たちエイサーを見た時のほら血が騒ぐみたいな、ね、体がこう震えてくるような意味で、のがありますが、本土の方が見てもいいなと思われるかもしれませんね、はい、あちこちで盛んさ、もう世界で、あ、世界だよね、世界で盛んですよ、ね、エイサーは、はい、この寒いのにエイサーです。まあね、まあ夏の風物詩と言います。ちょうどいいぐらい、うん、なんか不思議な感じですが、ありがたいことに今年は12月までイベント続きですって。もう本当にね、精力的にあちらでも活動されてるわけですよね。凍えないように防寒して頑張りますって。ルーシーさん、ナオさん、近々名古屋へ行かれますよね。どうぞ気温差で体調を崩さないようにお気をつけて、大成功お祈りしています。ありがとうございま す。東京の山本泉さん、いつも聞いてくださってるようで本当に、励みになります。ありがとうございました。感謝してます。感謝してます。あ、今あの泉さんも、触れてくれたんですけど、あの名古屋のライブ、久々の
ライブですね、名古屋では。本当ですね。ね、もう3年ぶりぐらいになりますかね。3年、なんかもっとみたいですね。もっとになるみたいですか。名古屋では今月の28日土曜日、初めてお邪魔するライブハウスさんコタンでございますね、はい。このご紹介をさせていただきましょう。まだまだ余裕があるようですよ、ルーシーさん。なので、近くにいらっしゃる方がぜひルーシーに会いに来てください。名古屋のコタンですね。まずお電話番号を申し上げましょうか。052-731-5177、 お電話番号は052-731-5177 です。11月28日土曜日ですよね。Amigos, el día 28 estamos en Nagoya y el día 29 en Mie. El día 28 en Nagoya, en el local de Cotán. El teléfono es 05-2731-5177. El teléfono es 05-2731-5177. El local se llama Cotán. Amigos, todavía...hay bastante espacio. Por favor, vengan a vernos. はい。ですね、その日は、会場が午後5時、開演が午後7時になっておりまして、うん、予約はチケットはですね、2500円に、ドリンクを一つオーダーしていただきたいという、そういうシステムになっておりますので、ぜひ一人でも多くの方、まだまだ余裕があるようですので、はい、お待ちしてます。いらしてください。local está abierto a partir de las 5 de la tarde y pensamos a cantar a partir de las 7. La entrada está a 2500. Esto incluye una bebida. はい。で、続きましてですね、翌日曜日11月29日の方は、三重県の四日市、こちらはこの四日市の場所にお邪魔させていただくのが本当に初めてなんですが、そちらの海風と書いてインカジという場所で、ライブをケイ様、荒垣圭一郎さんとルーシーのジョイントのライブとなっております。まずこちらもお電話番号を申し上げます。 059-337-2390 059-337-2390 インカジですね。海風と書いてインカジですね。こちらの方はですね、1日に2回公演になっておりますね。昼の部が、会場が11時半、開演12時、会場11時半、開演12時。夜の部はですね、会場が午後5時半、開演が6時。夜の部は会場が午後5時半、開演6時。そしてチャージはお食事込みになっております。お食事付きで5000円ということでございます。こちらの方はですね、ちょっとはもうそろそろいっぱいみたいな感じではありますけれども、念のためお問い合わせお願いいたします。よろしくお願いいたします。Amigos, el día 29 estamos en Mieken, en Yokkaichi, en Mieken, en Yokkaichi. El local se llama Inkaji. Aquí estamos cantando en dos funciones, en dos bloques, de la tarde y la noche. En la tarde a partir de las 12.Y en la noche a partir de las 6 de la tarde. La tarde. En el día a partir de las 12 de la tarde y en la noche a partir de las 6. Las entradas están a 5000 yenes. Esto es incluido comida. Comida y bebida. El teléfono es 05-9337-2390.95-9337-2390. Los esperamos, amigos. Vengan a acompañarnos. お誘い合わせの上いらっしゃってくださいみたいな感じで言った今。あ、あの、あ、
見に来てください。はい、今月の11月ですが、28、29、名古屋そして三重でのライブのお知らせでございました。はい、今さ、私たちの大事な大事なお友達のぶさんがですね、ラジオにやっとつながった、聞いてるよって、多分アプリで聞いてくれ東京なんですかね、今東京にいらっしゃるんですかね。ラジオだと会話の間が放送事故起こりそうでヒヤヒヤ、頑張れってやっぱりね、私たちもそうですよね。なんかヒヤヒヤしながらね、ほら録画してるのいつも多分見てくれてるんだけど、それだとあんまり感じないかもしれないけど、やっぱ生放送を生で聞いてるとヒヤヒヤするって、あんたよくわかるね、その気持ちルーシーさん頑張ろうね、今日2人で。それでですね、先日、シュレイそばで久しぶりにリクエストくださったじゃないですかね、エンダの花、今日は生の1曲目皆様にお届けしたいと思うんですけども、久しぶりでした ね。私はルーシーのこのエンダの花も本当に大好きで、いつもお願いって私の方からお願いって歌ってって言うんですけど、今日は皆様にもこれお聴きいただきたいと思うんです。綺麗な綺麗な歌ですね。はい、綺麗な歌です。久しぶりに歌わせていただきます。アミゴで voy a cantar una canción que se llama Endo no Hana, es deLetra y música por Miara Chojo, el famoso compositor de la isla de Ishigaki. Thank you.
ちらのカンション、遠藤の花。遠藤の花、ルーシーの素敵な声でお届けいたしました。今日ですね、思い出すのは福岡でのライブの時に、ルーシーさんと隣の太い声の人っていう風に私声かけられたんですよ。これ何回もここで紹介してますけど、いつもにも増してさ、ガラガラ声じゃないですか今日。私理由があります、理由があります。うん、今度新報で芸能祭があるでしょ、近々。はい、新報の古典コンクールの受賞者のお披露目の会なんですよ。受賞者だけで、合格者がこの自分の踊りや三線などを笛太鼓全部ね、合格者ね、今年のの舞台が何日間かにわたって、繰り広げられますけど、この踊りの地方も受賞者がやるんだけど、受賞者だけでできないので、他の人がヘルプに入るわけですよ。でそのヘルプに私今回入ることになって、くだいくどちだわけよ。あんまりさ、くどちものって女の人当たることは多くはないですじゃないですか。だから頑張らんとといけんと思って、今さ、毎週お手合わせがあるんですけど、ガービしちゃってさ、頑張りすぎてこんなガラガラ声になってしまったんですよ。かなりガービしないで、そうガービして、ちょっと私歌って声が枯れることってもう全くなかったので、珍しいもんだからちょっと心配になって、病院まで行ったらさ、ポリープとかもしかできてないのかなと。全然そんなことなくて、あ、よかったですね。ただの炎症だったんですけど、それでただの炎症ってもう笑い方がいいですよ。いや、それでこのその病院受診後のお稽古の時に、すいません、今日はちょっとあんまり強く歌えないから軽く歌いましょうねって言ってお稽古を始めたわけ。そしたらその歌い方なんだってことに気がついたわけよ。そこで初めて、あんまりにも先生に言われたんですか、自分で気がついた。ちょうどいいぐらいだわけ、みんなと一緒に。今までどんなに一人でさ、人に迷惑かけて歌ってきたのかなっていうのを初めて、もうこの炎症を起こして気がつかされたという。何でもこの起こることって理由があるんだなって必然をまた感じたんですよ。これで私はまた一つ気がつくことができてさ、うん、くどちの力強さっていうのはガービで出すもんじゃないんだなと。この節回しとかさ、はい、この強弱とかで、はい、それは表現するもんなんだな、女性だってと思った。すごい勉強になりますね。勉強になりましたね。ありがたいことだなって思ったことでした。またメッセージ届きました。マミさん、マミさんからありがとうございます。こんにちは。普段は仕事でなかなか聞けませんが、今日はたまたま入り時間が遅いから聞いてますよ。本当にありがとう。寒い季節の東京でお二人のラジオに心ポカポカになってます。角田真美ことマミでした。ありがとうございます。本当にありがとうございます。いつもありがとう。みんなにね、助けてって言ってね、メッセージ寄せてくださいってね、声をかけているところですので、もしまだよろしければメッセージお待ちしてますのでお寄せくださいね。よろしくお願いします。あ、届いてる。また私たちの最新仲間、村上よしこさん、よっちゃんです。先週先々週とお世話になりました。そうです、2週にわたって農家先生と一緒に、はい、お世話になりました、番組参加してくださったよっちゃんですよね。とっても楽しかったです。農家さんもとっても楽しかったようで、アガパンサスのお客さんにもルーシーのイチャリバアミーゴスの宣伝してましたよ。ありがとうございますですよね。ありがとうございます。本当に農家先生っていうのはさ、もうみんなこの、まあ、よっちゃんはこのお店で知り合っ
そのままあ、お店で親しくなったから農家ママ農家ママって呼んでいて、あのカーナーもお家も近いから、堀内かな子さんね、よく行っているこのみんなが集う場所なんですけども、本当に気さくで、でまたすごく人のことをやること全然意図はなくて普通の感じでさりげなくやってくれるという、ね、素敵な女性ですね。はい、すごい、あのなんていうの、安心しますね。しますよね。だからいろんな人たちがジャンル問わず、ね、うん、集まってくるお店になって28年すごい続いているお店です。アガパンサス境町、那覇市境町、流母向かいの角ですね。Amigos, la invitada, las invitadas de dos semanas aquí en la radio, la semana pasada y la semana de pasada es, fueron la profesora Miyagi Ryu, Nouka Miyagi, y una compañera de Nomura Ryu, se llama Murakami Yoshiko. La profesora Nouka Miyagi, ella tiene su local en Sakaimachi. El local se llama Agapanzas. Agapanzas. Cuando estén en, cuando vengan a Okinawa y estén por ahí cerca, tienen que ir a visitarla. はい、よっちゃんのメッセージまだ続きますよ、でもまだまだ話足りなかったね、本当にね、またまた来てくださいよ、ね、それにしても地球の裏側のことがすぐに伝わるって便利な世の中ですね。ルーシーさん、早速写真見せてくれてありがとう。あ、画面も見てくれてるんだね、よっちゃんね。あ、うん、そういえばラジオなのに映像が見れるのも便利な世の中だ。本当ですよね。うん、もうそのFM うるまさんのご声でこんなに私たちもヒヤヒヤな中番組続けさせていただいて本当に感謝申し上げております。さてさて、もう2015年も1ヶ月と少しになりましたが、ルーシーさん、ナオさん、今年中にこれだけはしておきたいということは何ですか？ちなみに私は部屋の掃除、家が綺麗になったらお二人を招待しますからね。また年内のインフォメーションがあれば教えてくださいということです。よっちゃんありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ルーシーさんは今年中にこれだけやっておきたいことは何でしょう？私も同じく、あの今あの模様替えしてる、模様替え掃除と模様替え、うん、もういろいろやってますから。あ、私もちょくちょくあの覗いてますけどもうあの台所側の方から綺麗に今ピカピカになって、本当にもう隅々まで、あの今までの何年間の大掃除をまとめてやってる感じですよね。あの外の電球を LED に変えました。とても綺麗なあの白い明かりになってますけれども、まあ近々ですね、この掃除をした暁には、綺麗になった暁には、整理がされた暁には、このソロ活動を始めた頃から、途絶えていた、指導の活動も再開ということで、古典を中心に八重間音楽、そして、まあ、民謡もその稽古の来てくださる方には少しずつ手ほどきもしますよという形で、ルーシーのお稽古が再開ということで、もしあのここでですね、また、ね、ちゃんと決まったらまた改めて、はい、お知らせいたします。お楽しみに、お待ちくださいませ。はい、ね、みんなに助けてって声かけたい、続々とメッセージ届いてます。はい、福岡のいっこさん、いつもありがとうございます。遠藤の花よかった、今度カラオケで歌ってみます。なおさん、喉もお大事なさいませ。聞きに行きたかったですということでございました。ありがとうございます。ありがとうございます。今度カラオケで歌ってみますということで、最近ちょっと途絶えてますけど、私とルーシーはもうカラオケ大好き、行ったら必ずフリータイムで最後お店が閉まるまで歌ってますよね。オールジャンル2人とも、童謡からアニメソング夏メロまで、あんまり言わないでください。ナオさんもルーシーがよく言うんで、ルーシーはその説を取るんですけど、うちの師匠のメカル森高先生もそうです。古典音楽を、まあ、専門に今メカル先生はなさってますけど、ある方々は古典をしたら民謡を歌うなとか他の歌を歌うなとか
それはまあ癖がついたりとかそういうことがあるかもしれないんですけど、メカル先生は喉を柔軟にするために、そしてまたセンスを養うためにいろんな歌を歌いなさいというふうに私たちに教えてくださるんですが、ルーシーもそういう立場を取るよね。最初はあんまり考えてないっていうのは、小さい時からいろんなジャンル好きだったから、うん、まあ民謡も好きだったんだけど、たまに英語の歌とか、うん、スペインの歌も聞きたかったんだけど、おばあちゃんが嫌がってたけどね、うん、まあそれじゃないで、学校行ったらまたペルーの曲とか、うんうんうん、友達といたらね、また民謡は聞かないっていうの、みんなが何なのこの歌はって言ってたから、だからそういう、うん、普通にあれこれ歌、なんていうの、歌う習慣になってた。あえてやってたわけじゃないけど、結果的にいろんな歌を歌ってきた。でもそれがルーシーの今の歌にいい影響を与えてるっていう実感ですか。うん、でもなんかどっちがいいのかね。ここに来たら先生が一つに絞った方がいいよとか、うん、ね、いう方々も多いですもんね。でも私はやっぱりルーシーは、まあ、今現在まあパラカスというバンドもあったりして、その歌声っていうのも私もとてもファン、まあ、ルーシーを応援するきっかけになったのも、もう古典だけじゃなくて一緒にカラオケ行った時にルーシーの歌声びっくりして、これをみんなに聴いてほしいという気持ちになったということが大きかったんですけど、ルーシーのそういういろんな歌を歌えるという特徴も大好きだし、でまたこのいろんな歌を歌うことで、あ、この歌このジャンル、例えば古典なら古典、八重山なら八重山、こういう特徴があるんだということで輪郭がはっきりするというのもあると思うわけさ。こういうこんな風に歌った方がいいなという、まあ、一つそれ人それぞれだと思いますけども、いろんな歌を歌ってみるのもいいんじゃないかなと思って、カラオケも大いに皆さん精神状態的にもいいかと思いますね。いろんなこと発散するためにも、私たちも大騒ぎだもんね私たちじゃないの、私が大騒ぎなんですけどね、おすすめします。ゆくちゃんメッセージありがとうございました。ありがとうございます。慶一郎さん、今はまだ本当ですかね、ラジオ聞いてますって、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。沖縄でもやったことないというお二人のジョイントのライブを三重県四日市で初めて、経験させていただくわけですが、もう本当にルーシーも楽しみにしていますよね。はい、楽しみです。優しい落ち着く歌声とともに、ルーシーさんの歌声がコンピューターとしてまたどういうふうに生えていくか、私もファンとして楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、広島のゆうきからも届きました、ありがとう。ハイタイ、今日はお二人での放送なんですね久しぶりな感じ、本当にね、久しぶりでございます。さっきスーパーでパパイヤ見つけました。広島のスーパーにも、あ、まあそうなんや、パパイヤ。でもさ、普通本土ではさ、はい、果物として食べますよね、パパイヤはね。じゃあ普通は果物ですよね。ね、初めて沖縄で野菜として食べました。ペルーでも野菜としては食べない、食べたことないです。そうなんだ。さっき、スーパーで言いました、沖縄で見るパパイヤよりも小さいけど、パパイヤ入り作られた、野菜のパパイヤ、あ、画像もあるんだけども、尾道野菜パパイヤってあります。すごい、そうなんだ。ほら、あのね、これからタコライス作って食べますって言います。今度はまたごちそうになりたいですね、ゆうきのね、タコライスね、食べたい、じゃあ、パパイヤいつも作って食べてください。ゆうきメッセージ本当にありがとうございました。みんな嬉しいよね、私たちのこの不安などちらに、でございましてね、今日はルーシーと2人で久々の2人きりのゲストなしの、イチャリバお送りいたしましたが、なんとか時間乗り切りまして、実は多分来週も、2人での放送になると思いますが、もしよろしければメッセージも お寄せいただきたいと思います。
ね、来週もまた生歌お届けしたり CD もお聴きいただいたりしたいと思いますが、そういえばそうですそうです、あのご紹介いたしましたが、今11月12月度の JTA 本土便ですね、本土便での機内音楽、うない島がかかっています。来週は生歌で、ルーシーのうない島をお届けしたいと思います。今日は支えていただきまして本当にありがとうございます。ありがとうございました。それでは来週まで、はい、amigos muchas gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos la próxima semana. Chao!